本屋に行ったら、欲しい本が平積みにされている棚の前に、立ち読みしてるやつがいた。最初は、優しく、すみませんどいて、と声をかけたら無視。2回目は、普通に、ちょっとどいて、と言ってみたら、なぜかその場で踏ん張り出す。なので3度目は、どけよ。と言ったら、何偉そうに言ってんねん。と言ってきた。3度目なら当たり前の言い方だと思うけど。と言ってやると、横からでも取れる野郎が。なんて言うので、横からでは取りづらいし、大体なんで本を買いに来て、立ち読みに遠慮しないといけないんだ。と答えた。すると俺も客だ。なんて言うので、立ち読みって本を傷めるし、その本の情報を盗んでるだけだろが。それに、こうやって買いに来た者に迷惑をかけて、そんな奴が客とは言わんよ。文句あるなら買ってから言えば?と言ってやった。すると、そこで店員が来て、お買いになる方にご迷惑ですので、立ち読みはご遠慮ください。というので、その立ち読みはどこかに行きました。なので、やっと、目的の本を手に取ることができて買えました。